ああとりあえず試合の流れは僕が実況で追いながらところどころお兄に解説を入れてもらえたらいいかなと思ってます。マイク2本あるしね。さあキャラクターを変更して山さんザンギーですか。山さん何でしたっけ。バイソン、バイソンに、バイソンっていうのはあの赤い帽子をかぶってるミスターバイソン、はい、バイソン、バイソン、バイソン、あ、バルログ、あの仮面をつけたキャラクター。さあこのボクサーを使うらしい。まあ、とりあえずまあ自衛の人なんでガイルを使うと思いますけど。自衛の人今までずっとガイルでしたからね。そうですね、このガイル対バイソンっていうのは最初の1カウントで決まってしまうので。どんな感じで決まるんですか。最初にあのあれですね、ガイルがあの飛び道具を画面上にあのバイソンにも1個多く出せたら勝ちなんですね。で バイソン側はそれを、ね、それはダッシュストレートで潰せば勝ち、そうですね、ダッシュストレートのに波動拳がついてくるんで、そのおまけの、あーあー終わってしまった、終わった終わってしまった、最おい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 あの読んで相手も下がってしまったところに競争力が入ってしまった。あまたわお今度は即競争力出してったけど、あー終わった、あい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 あーお、そうなんですよ、あそこで食らうと今度はあの競争力から競争力がつながってビヨってしまうという。おーこれはもしかして、これはもしやあるかもしれない、あこれあるかもしれない。さあここで、あーガイルが寝ている間にあの画面上に波動拳を置いておきたかったが、ちょっと、入力があの先にボタン押したボタンによって波動拳が決まってしまうので、あそこで出たのは 中波動が出ちゃってましたね。そうですね、投げで、はい、あ、はい、ワンピー側のレバーが調子悪いそうなんで、はい、さあ、ワンピーのレバーの調子が悪かった、新しいレバーに交換する、はい、レバー交換入りますんで、はい、とりあ、これは録画は、あ、録画、あ、終わりました。ということで、まあ、レバー交換中にダッシュトークでも最近のキャラ情勢としてはどうなんですか、はい、いや、まあ、ガイル竜が強いよねっていうのは誰でも分かるとして、そうですね、まあ、でバイソンとバルログが入ってきて、はい、最近の動きとしてはどうなんですか。最近はそうですね、ガイル対バルログっていうのが何週かこうお互いこうなんていうんでしょう、レシオが変わってった、レシオというかあれだ、ダイヤが変わってったんですけど、最終的に、まあ、ガイルの方が強いことになったり、あ、ガイルの方が強い、はい、あれですね、前回の試合大会なんかだとやってなかったんですけど、例の開幕中足を置いといて、ローリングをさ潰して相手の波動拳を食らいつつ、逆に波動拳食らったガイル側の方が中足で地上にいるんで先に動き出せるので、でそこでソニックをたくさん打つ、ソニックをたくさん打つっていうのができるんですけど、あれを逆にもうそれができなくなって、波動拳相手の方が多くなった状態でも波動拳食らいながらずっとあれですね、中足を置き続けることによって、そのうちいつの間にかガイルのソニックの方が多くなっているという、あ、体力を犠牲にして体力を犠牲にして、で、まあ、結局、まあ、10割取らなければガイルの勝ちなんで、そうですね、画面上に、まあ、その波動を食らっているうちにピヨっちゃうってことはないの。そのピヨリをなんとかこらえて、ピヨリ値がたまりきるの前に、はいはい、なんとかするというのが、はい、で連続で波動拳を2回食らってしまうとピヨってしまうので、そうそうそうね、それがなければ、まあ、ガイルが飛び道具合戦で上を行けると、上を行けると。で今度はその、で、まあ、1位、前回大会以降ちょっと強キャラ、最強キャラになりかけてたバルログが今度はあれなんですね、バルログキラーがいっぱい出てきましたんで、現れて、現れて、まああれですね、ホンダとか、ホンダとか、あれですね、あれブランカなんかあたりなんかが、はい、あの辺がバルログキラー、
はい、あの辺は、まあ、あのバルグキラーでもありバイソンキラーでもあるんですけど、あ、心強い、はい、なんで、あの2人をあの先出しで決めてきた場合にはあの辺が使えるかなという感じで、なるほど、とりあえずあれですね、まあ、ボタン連打系 の、 あの百列なりエレクトリックなりが、相手が突っ込んできながら波動打つ波動拳のに対して、相手 の、 あの突っ込んできたところにその辺の技が逆に先に当たってくれるので便利ですね、便利なんです。で、でかつその、エレクトリックなり百列なりからも波動拳が出るので、波動拳を相殺しつつこっちの技の方が先に当たるという感じになって、エレクトリックなんかは中間距離で出すと大竜巻対策にもそうですね、なってるしね、あれはかなり、いい技なんですけど、今度はあれなんですね、その辺のキャラはガイルがきついのでガイルがきついまあ、その辺のキャラはもうガイル相手だとワンチャンワープしてなんとかするしかないっていうことになってしまうので、じゃあガイルが一つと、まあ、竜が一つと、バイソンバルログ系に対して、百列系っていう、百列系っていう4種類の軍勢が、そしてその他っていうまあ、その他の中でちょっとザンゲフさんっていう人が、そうですね、あれは飛び抜けてるんですけど、あれは本当に一回寝かしてしまえば勝ってしまうので、そうですね、大足をちゃんと重ねると大足ガードさせるとスクリュー確定で、大足ガードさせるとスクリュー確定で、めくりでボディープレスを出して相手がガードしても食らってもその場で好かれてても全てもうボディープレスっていう時点でもスクリュー確定、スクリュー確定すごいキャラですねもうとりあえず相手が地上にいると要は投げられ判定があるんで、相手がだから相手がやることといえばもうジャンプするしかないです。ジャンプに対してもあれ大足がもうジャンプを潰せるので起き上がりの時に、そうですね、そうですね、もうだから相手は何もそういうその場合はすることがないで、リバサの昇竜拳をタイミングよく出して、それを大足にカウンターでぶち当てるしかないんだけど、昇竜拳をガードされるとスクリュー確定、スクリュー確定、昇竜拳すかされるとスクリュー確定、スクリュー確定もう本気の博打しかなくなってしまうので、しかも昇竜拳を出せるキャラをその場その時使ってなかった場合はもう死んでしまうんで死んでしまうんでいや、ピーキーなゲームだね。その代わり今度はそうザンギエフに要は寝かされなければ勝ちなんで、そうですねあ、何度終わりました、レバー効果が終了しました、はい、というわけで次のは次どこ行きましょう、 A ブロックの勝者の方、勝者決めて、あ、最初に敗者の方、あ、じゃあ俺とやり込み指定さんで、はい、じゃあ元1号 VS やり込み指定、はい、これでお願いします。さあ、ということで元いちごちゃんは本当に前回大会以降毎週毎週やり込んできました。一方やり込み指定さん、名前がもう名前が元いちご対策やり込み指定、さあやり込み指定は 2P 側 1P 側には元いちご、さあ第2回優勝者です、元いちご。第1回もベースト3までちゃんと入ってますんで、上位の常連、準優勝してますからね、準優勝優勝ときて今回連覇にかける意気込みは高いが、さあ始まった開幕の読み合い、おっとだストレートを出してローリング潰した、しかし濃ゆい波動拳が出てきた、おっとブランカさんになった、どうなるか、空中にいる、さあガードさせた、あ、これは連続ガードか、ヒットしていっぱい減ってピヨってしまった。まず1ラウンド先取したのは元いちごバルログ。さあしかし今ちょっと危うかった、やり込みを否定されそうな感じのラウンド中盤、危ういところでした。さあラウンド2、一方やり込み否定選手、これからどうやってかく乱するか、さあそれで弱波動を打ちながらローリングを出してくる、このバルログに対してその上をローリングアタックで飛び越えてくる、さあここで波動拳の濃ゆいのが出るか、おっとこれ波動拳が出ている、波動拳が出ている、さあぐるぐる回ってやってきた、これをどうするか、ビリビリした、ピヨった、回復したが当たってしまった、さあ置き攻め、もう一回ピヨった
さあ置き攻め、分からなくなった、置き攻め、波動拳出てビリビリしている、上に飛んで、さあ体力でリードしているのは元いちごのバルログだが、あー上に飛んでいってしまった、元いちご勝利。さあ続きましてはグワチョイさん VS ナケルさん。さあナケルさんのさっきのね、さっきはダルシムを使いましたね、危ういところでしたわ。さあで今回試合ごとのキャラクター選択は自由ですんで、ナケルさんがダルシムに変えたら乱入ですか、なんですか、あ、書きすぎです、間違えた、キャラ選択で間違えた、ダルシムに変えてから乱入するところでうっかりスタートボタン落ちてしまった。じゃあもう適当に処理してください。じゃあバルログ対ガイル、じゃあ逆にガイル側が勝って乱入すれば OK ですか、はい、じゃあ処理ってください。ソニックブーム2発でピオルのね、投げた方が減る、必殺技減らないですからねこのゲーム、実はただの大キックとか投げの方が減るという。さあ投げが出ません、なぜ。さあガイルがまず1本目を取ってさあ2ラウンド目、さあとりあえずガイルサクッと勝っちゃってください。でガイル対ダルシムという組み合わせなんですけれども、まあ、ソニックブームをね、まあ、スライディングで潜れるちゃ潜れるってところですね。実は波動拳をスライディングで潜れないのがダッシュレインボーの特徴でして、なぜか波動拳がスライディングを追ってくるという恐ろしいゲーム。相打ち狙えるかどうか微妙なところですね。狙えるのか。さあダルシム対ガイルの組み合わせ。さあダルシムとしては1回こかしてから細かいこうヨガスマッシュを決めていきたいところですが、さあ飛んでくるダルシムを落としてソニック、おー大スラで飛び越えてきた、ヨガフレ、あーガードさせることができていない。さあめり込んでしまうとヨガスマッシュかなり厳しいんで、大スラは使いすぎにはご用心。ヨガスマ入って、さあヨガ入って裏に回る、さあ歩きのスピードが速い、飛ばせない、ヨガスマッシュ。さあジャンプで逃れようとしたらコパンが出て対空している。さあラウンド2、さあヨガスマに対して中足置いといた、さあ逃げる、さあソニックブーム、さあものすごいスピードで歩くダルシム、あーこれピヨったか。さあ頭突きを出て中足の出かかりをヨガスマで吸った。さあ起き上がりを攻める、柔道スルー、ヨガスルーが出て泣ける選手勝利。さあ泣ける選手勝利しました。さあ次はチョモ VS ジエン。さあチョモ対ジエン、じゃんけんお願いします。さあチョモランマさんはキャラクター後出し、ジエンの HK はガイル。じゃあこれもあれかい、ガイルに変えてそこに乱入してもらえばいいのかな。さあ頑張ってスタートボタン連打しガイルに変えてください。さあブランカさんちょっと待っててくださいね、ガイルに変えるまで待ってね。ガイルに変わった、じゃあ乱入、はい。さあ今回チョモさんが竜を出してきた、ザンギフではない、まあ、ガイルに対してはザンギフ出しづらいですよね。さあ竜を出した、波動拳と中足がトレードヒットして
さあ大竜巻でこかした起き上がり、波動拳波動拳で押していく、飛び道具合戦で勝った。ピオリ昇竜拳スカったけど後ろから波動が来ている。知略、知略です。これダカール仕込んどいた。さあラウンド2、大竜巻とソニックがトレードヒット、波動拳大竜巻が間に合った。おっと起き上がりそば袖切って、これはピヨッタバンバンバン。おっと3段決めるかと思いきや、さあ3段決めるかと思いきや、ミスマッチのガードに対してソニックで勝ちを確定させた。これがダッシュの戦い方か。おっとソニック当たってガードしてしまったが大竜巻、うおーとー、これは3段当たってソニック置いときました。勝ったのは自演の人、2対0で自演勝利。さあ1位抜けは自演ですね。2-1で勝利、自演勝利。